参院両県で進むワクチン接種。中でも65歳以上で2回接種した人の割合が 88.5% と早いペースで進む甲府町。そこにはある秘密がありました。ここ甲府町でワクチン接種が早く進む理由、それは住民が6人並んでいるところに医師が打って回るという独自の方法があるからなんです。1便で6回接種できることから、1列に6人並ぶ方法を採用し、1時間半におよそ120人に接種。これはブースを設ける方法より2倍以上効率的だといいます。それは高齢者特有のですね、こけるんじゃないかとかですね、支えてあげないといけないんじゃないかということを考えると、それ効率的にははるかに2倍以上の効率的に安全に打てる方法だというふうに思います。甲府町では集落ごとに接種していて、顔見知り同士が接種会場に集まるため、プライバシーなどに対する批判も今のところないといいます。そんな甲府町はいよいよ明日から12歳以上を含めた64歳以下の接種が始まります。そこで家族3人で接種する予定だという親子に今の心境を聞きました。やっと順番が回ってきたなと思って、安心しています。娘のさやさんは中学1年生の13歳です。コロナにかかっても、その症状があまりひどくなかったりするので、やっぱり打っておいた方がいいかなと思います。吹奏楽部に入っているさやさん。一方でこんな心配があるといいます。今は打楽器をやっています。両手を使うので、やっぱり使えなくなるとすごい不便なので、そこが心配です。打つ人の方が多いですけど、やっぱり打たないって言ってる子もいます。若い世代は副反応が出やすいと言われています。そこで町は町営の診療所を通常休診日としている週末も、接種が終わるまでの間、副反応対応外来を設けるなど体制を強化する予定です。この若い方の接種率をですね、いかに上げていくのかということは非常に大事かなと思ってますけれども、そのためにも副反応の問題をですね、安心安全を提供するということが非常に大事かなと。